ポイントカードやクーポンお持ちですか？あ、ないです。できました。すみません、ちょっとお聞きしたいんですけど、宇都宮でなんかおすすめな餃子屋さんってありますか？店長がわかると思います。あ、店長、宇都宮市の美味しい餃子の店がわかりますか？ミンミンしかないと思います。ミンミン、わかりました。じゃあとりあえずミンミン行ってください。ありがとうございます。一番知名度は高いです。行ってらっしゃい。ありがとうございます。ありがとうございました。好，大家好，我是李牧，我现在人在这里立木县的宇都宫车站。なんか宇都宮ってこの名前すごい独特ですよね。聞くところによると昔二荒山神社っていうのがあって、その神社から由来しているそうですね。宇都宮っていう名前が。然后我刚刚买了这个，大家好，レモン飲んでみますか。二つジェシー二門。レモン牛乳ですね。正式名称は関東栃木レモン。サメをしてタルコース。昭和の戦後まもなく誕生した乳飲料。あ、こういう味か。お、うまっ。戦後の味って感じ。クレピススーパー牛奶跟柠檬酒スーパーって感じ。味道很甜，它确实很怀念的味道，哎，就是小时候有喝过的，我不知道为什么。我现在来到了，这里是叫做米米，听起来不像饺子店的名字，这个意思。它饺子的皮比较偏厚一点，咬起来的感觉很 Q， 然后它本身已经有味道，它不用蘸酱也可以，就是直接吃。然后它里面好像是咖喱，不是咖喱。为什么一直咖喱跟高丽菜高分？我的中文退步到什么程度？里面的高丽菜的分量比较多，这个都是日本人的吃法。然后另外一个是水饺，すごい。它的皮就是很ふかふか的那种，不是很平，就是ふかふか。好像这个皮的上面直接躺着睡觉了。好，我现在来到了这里是栃木県の何だっけ何だっけ。ちょっと。好，我现在来到了这里是立木县的町子町。这里就是日本的乡下。路上好像没有什么东西。那我从那个宇都宫坐公车到这里大概一个小时。ここは江戸時代から陶芸とか陶器とかが結構盛んな町で。我为什么来这里呢？因为今天我要住这里。好像这附近没有什么便利商店，也没有什么超市。我会不会晚上饿死啊？こんにちは。ここって泊まるんですか？あ、泊まる今日予約した。あ、そうですか。ものなんですけど。ジミー、お客さん。こんにちは。おばちゃん呼んでくる。あ、ありがとうございます。ここはじゃあ陶芸も体験できるみたいな。はい、向こうはスタジオ。ここが工房。ベネス。はい。オーケー？オーケー。トゥーゲル？こんにちは。すみません。ちょっと早すぎて。陶芸とかあるんですね、ここ。陶芸やってんです。え、待ってください。ここですか？ここです。すごい古民家ですね。建ててどのくらい経つんですか？建って300年。江戸時代からってことですか？一区って知ってる？一区よそから持ってきて建て替えたっていうやつ、はいはいはい、だからあっちこっちがもういたんでね。すごい、まあ、はい、こういうことね。おお、動物が入るので。動物いるんですか？猫とか、ほら、いろいろね、田舎だから。でも、お宅は今日は一番いい部屋で。あ、あれ、広っ。いいんですか、自分こんなとこ住まわせていただいて。夜は暗いから、はい、これ使っておいていいからね、トイレはこんな。ああ、結構、ね、新しいんですね、トイレ。昔は取っとんだろうけど、はい、今はね。お母さん、おいくつですか？もう来年80になるんです。ええー。よろよろ。結構ね、部
案が多く多いですね。多いんです。今日は泊まれる方まだいるんですか？昨日までは通報があった。ああ、たくさんいました。浜焼きやってたか、東京の人で30人ぐらいいたかな。へえー。コロナになってから学生さんがだんだん減ってきちゃって、お風呂はここにあるんだ。大丈夫ですか？はい、すごいな、なんか真っ黒クロスキー出てきそう、日本の古民家ですね、もう。啊，我这里就是我今天要睡的房间。襖の感じとか、畳の感じとか、あと廊下もそうですけど、ザ日本の古民家って感じ。不过日本的鬼片都是有点没有，所以怖くなるわ俺。啊，我现在来探索一下マシコ町，看一下有什么东西。すごいとこ見つけちゃったかも。陶芸の焼き窯かな。このお家は浜田庄司さんっていう方のお家だったらしいです。で、その浜田庄司さんっていう方は昭和を代表する陶芸家の方 で、その浜田庄司さんは益子焼きの作品を主に作ってたらしくて、で、その益子焼きを広められた方らしいですね。すみません、お邪魔しました。ここの猫ですか？ここの猫。日本人の方ですか？うん、あ、フィリピン。かわいい。お箸の中で。はい、猫ちゃん見て。本当だ、猫だ。これはオカリナ。それは最近作られたんですか？そうですね。焼くの結構時間かかるんですね。これは1日ぐらい。何を今焼いてるんですか？結構大きいやつですか？うん、ちっちゃめですよ。お茶碗とか。なんで北海道？日本縦断してて今。あ、降りました。札幌から一応長野なんですけど。あ、そうなんです。で、ちょうど栃木に。あ、ね、僕も北海道に行ってて。それは何なんですか？それは農家ですよ。転々として旅しながら仕事しながら。そうですね。なんでじゃあ今の陶芸？今は陶芸面白くなったんでここに留まってる感じです。ここに半年もいられたんですか？半年もいたんですね。すごいな。わかんないけど。うまそう。あ？但一开始不会很辣，可是后面就喉咙很痛。可是这个吃了一口就想接着吃一口，就那种像厚一点杯子啊，它的盘子也是，好像是因为在这个地方用的那个土的关系。这个就是マシコ焼き，这个就是マシオ，这个就是マシコ焼きで特徴。ありがとうございます。ありがとうございます。ごちそうさまでした。美味しかったです。差不多八点半了，虽然现在是十月，但是现在已经变冷了，所以我现在穿这个外套，然后我已经准备好这个床。stove 啊，兄弟们，我们要不要试试看这个？太冷了，受不了。我有点忘记怎么开耶。之后需要一点时间，所以大家如果要用这个东西的话，先忍耐一下。好温暖哎，好舒服。然后边开这个 stove 边看 Tommy 的一边，好羡慕他中文哎，他讲话好多。好，我刚刚洗完澡了，因为我刚刚看了。有点可怕的影片，我现在没办法一个人去厕所尿，会那个光感体的。现在，好，大家早安，我要离开这个房间了。多谢大家。
が YouTube に載せるこの量かな。そうですね。これはろくろ。今やってることは削る。次にどこ行きますか。東京とかですかね。うん、いつからここでやられてるんですか、東京。じゃあ6年間も益子で。はい。ちなみにどこのお国の方ですか。ハンガリー。ハンガリー。で作った。これは茶碗。これも益子。おはようございます。あ、大丈夫です。駅ってどこですか。すいません。英語じゃなくて。近いですか。行きますか。え、いいですか。いいです。ありがとうございます。お名前お聞きしてもいいですか。ベニス。ベニスさん、昨日陶芸の教室でお会いした方です。日本語お上手なんですよね。朝10時からもう。いつも9時から。ちょっと遅め。あ、そうですね。今日遅いつももっと早いんですね、はい、じゃあ。そうですね。なんでこの陶芸やられてるんですか、それ。陶芸家になったり。でもすごいですね、なんかフィリピンからこうやって日本に嫁いできて陶芸家になりたいみたいな。じゃあ日本に来る前は日本語喋れなくて、旦那さんとお会いしてから。旦那さんと英語で。あ、英語、ごめんなさい、なんか英語喋れなくて。ありがとうございました。陶芸頑張ってください。ザワさん、教えてもらったの。あ、そうです、さっきフィリピンの方。ああ、はい、帰るのかと思って。あ、帰りますよ。陶芸クラブは行かない。そうですね、行くんだったらなんか乗せてあげようかなと思った。どっちでも、私はほらスタッフじゃないから、ね、お客ですよ、ね、あ、そうなんだ。すいません、すげえ勘違いしました。ちょっとじゃあ行ってみます、陶芸教室。だったら乗せてたらいいか。近いよ、すごい、私の家って。本当ですか。うん、すみません、お願いします。はいはいはい。送ってもらったのにまた帰るみたいな。すみません、お名前お聞きしてもいいですか。古谷です。古谷さん、みんなはオリコオリコって言ってます。え、YouTuber がなんか。台湾ってご存知ですか。台湾知らない人いるんですか。台湾の方に向けて動画撮ってて。あら、いいね。プーチョンファ。あ、喋れます。おしい、古いだよね。おお、すごい。旅行したからどうしたの、チェーンとかさ、はいはいはい、タイゴイラーとかさ、もう部屋をなんとかかんとかとか、嫁よ財団とかさ。めっちゃ喋れる。で、台湾行って、台湾に3ヶ月ぐらい滞在して中国語を学んだりできないか、はい、やりたいなと思ってたんですよ。いろいろ考えたりしてることは夢のようなんですよ。台北じゃなくて、はい、地方都市みたいでなんか、はい、いいとこあります。あと、陶芸やってるとことかもありますよね。イングっていうとこあるんですけど、そこは陶芸が盛んな場所です。台湾結構住みやすくて。美味しいでしょ。買い物美味しいし安いし。ねえ、ありがとうございました。すいません、陶芸教室の方やっぱ体験したいなと思って。あ、わかりました。はいはい、すいません、ちょっとやりたくなっちゃって戻ってきました。いけるか。これ慣れるんですか、こんなんで。めっちゃ楽しかったです。はい、ちょっと手がもう筋肉痛。ありがとうございました。行ってきます。はい。炼乳味道的克尔比斯，干杯。哇哦，这可能台湾人不能接受。好甜哦，喝这个就想吃面包了。好想这个克尔比斯淋在那个吐司的上面。やばい。雨だ。よし、お願いします。だって配信やってるの？そうですね、YouTube なんですけど、どちらまで行かれますか？大山って方に今仕事で。さっきはファミマに寄られてたんですか？あれ？どちらの方ですか、栃木県の。宇都宮。この動画なんですけど、台湾の方に動画配信をしてて、台湾って行かれたこととかありますか。30年近く前か、会社の海外旅行で。
まだ覚えてますか？いやもうどうだったっけ。もう行く場所酒飲んでってくるしか思ってない。じゃあ今は宇都宮で、うん、ご家族と一身上の都合により一人身なんで。どっから始めてるの？札幌からなんですけど。今回札幌から来てんの？でここに来るまで何日かかったの？1ヶ月ぐらいですね。はあ、じゃああんまりなんかお仕事以外ではどこか行かれたりとか、休みの日とか何してるとか。じゃあ栃木に仕事をねこれからやるんだっつって提供してきてるわけじゃない。どんなものがあるのかって散策って意外と、まあ、する人はするんだけど、はい、俺はほとんどしてない。宇都宮でほら湯餃子が有名だ。なるほどね。餃子食べた？食べました。そういうとこに行かないからね。なんでですか？行っても行かなくてもそういうとこ、ね、あんまり興味がないというか。まあ俺はそっちかな。じゃあ普段何食べてるんですか逆に？いや別に普通にだよ。普通にというと、もう目の前にあるものを食べるって感じよ。まあでもそれでもなんかたまによるラーメン屋とかですか？まあそういうとこだよね。ねこう帰りに車乗って何食うかな。一人だとなかなか何食べるってなりますよね。逆に趣味はねやってたけどやめたものばっかり多いよね。じゃあ休みの日何やってんですかって話なんでしょ。そうですね。寝てる。でも一日中寝てるわけじゃないですもんね。朝起きて腹減ったな、じゃあ少しなんか食べるかってちゃちゃっと突っ込もう、突っ込んだらまたスイスイと気持ちよくなって眠くなった、また寝るかなーなんて言ってちょっとまた布団に入って、そんなことを知らずに、ああもう外暗くなってきたとかさ、何にもしねえで終わっちゃったな。全然アクティブじゃないよ俺の状態なんでね。だそんなんだからちょっとふって聞いた時、あれ東京いち早くやってる人か、アクティブに動いてる方だったらどういう風に、はいはい、そう行動してるのかなってのも気になって試しに泊まってみるかなと思って捕まえたみたいな。正直自分も休日とかも一日無駄にして終わるっていうのはありますけどね。なんか自分もあんまりアクティブじゃない方で、ただなんかそういうのが自分はちょっと情けねえな自分って思うタイプで。何か行動を起こせばね、やっぱ自分には何かも起こるからさ、それはいいと思うよ。ここで大丈夫です。ありがとうございました。助かりました。楽しかったよ。いやこちらこそ楽しかったです。いい旅をね。ではありがとうございました。楽しかったです。我的脚自动的走那个麦当劳的方向走，对不起大家，看到这个我已经啊，不知道自己在讲什么东西。我的晚餐，テリヤキチキンフィレ。怎么那么好吃啊？这个不用光想吧，差一点把这个纸袋也一起吃的那种好吃。咬起来的口感真的很酥，完整的甜点。因为现在鱼到现在都还没停下来，所以我决定今天在这附近过夜。那个木那个，那だろうね。きついっすね、いろいろ。离那个，离啊啊，もう無理だ。もう無理だ。ごめんなさい。啊，我现在到了我们的快活 club， 今日もちょっとお世話になります。お邪魔します。啊，我现在到了今天要睡的房间，很大的，跟我上面就是没有私人的空间。